立憲民主党辻本日立憲民主党の辻元さんがツイッターにてこのような発言をしてしまいました自転をしあおしているおしゃれな女性に声をかけられた自粛中国会中継を見始めて政治を変えなきゃとコロナで気づいたと言っていたツイッターこれから楽しみですとも ツイッター再開で勢いづいたデーマ攻撃にへこんでいたので、涙が出るほど嬉しかったとなっておりまして、まずこの辻元さんが主張されている女性というのが、実在しているかどうかすら怪しいという問題がございますが、辻元さんはまあこういったデーマ攻撃でへこんでいたと主張されておりますけども、 辻元さんはですね、桜を見る会に関連して国会でデマを散々垂れ流して、安倍前市長も民間企業のホテルなども攻撃していたという問題がございます。辻元さんが、まあ、こちら、凹んでいたことがですね、事実なのかも確認できませんが、デマで へこんでいたと主張されるのであれば、ぜひとも辻元さんからデマ攻撃をされた方々も、へこんでいると思われますので、そういった被害者がこれ以上出ないように、国会などにおいて、デマを垂れ流さないよう、辻元さんにはぜひともお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。